はい、どうも皆さんこんにちは、おちです。本日なんですけれども、イタリアのローマに来ております。って言いましてもですね、フェミチーノというちょっとローマとは違う、まあ、郊外の都市にいるんですけれども、これからですね、ローマ市内に行きたいというふうに思います。はい、タクシーを使ってですね、空港までやってまいりました。この朝の時間は出発ラッシュのようですね。明日この空港を使って、また別の場所に移動するので、ちょっと気をつけたいなというふうに思います。ということで今から、電車に乗ってですね、はい、向かいたいと思います。ちゃんとありますね、トレインマーク。ということで向かいます。こちらでチケットをね、買っていきたいというふうに思います。残念ながら日本語はありませんので、英語でいきます。はい、ローマフェルミニ駅ですね。で、ただいまの時刻が47分なのでですね、これは乗り換えがあるやつなのでこっちにしましょう。はい、じゃあ進んで購入しましょう。買うことができまして、これから乗り込みたいというふうに思います。はい、はい、通れました。ちょっと時間がねないですね。で、注意なのはこれをしないといけないと。OK です、じゃあ乗り込みます。乗り込みたいと思います。こちらの座席に座りましょうか。はい、結構職員さんも、あ、もう出発しましたね。職員さんも結構ですね、冷たかったですね。はい、 OK です、これで乗れました。ということで、はい、これからローマ市内に向かいたいと思います。はい、無事に、テルミニ駅の方に着くことができました。こちらの電車に乗ってやってきました。はい、これからですね、まずはこの駅の近くにあるサンタマリア・マジョーレ教会というところにちょっとね、行ってみようかなというふうに思います。はい、駅を出て歩いております。こんなところです。おそらくあのね、正面に見えるところがその教会だというふうに思いますので、ちょっとね、行ってみたいというふうに思います。駅から10分ほど歩いてまいりまして、到着いたしました、教会でございます。かなり迫力があります。ただですね、中に入ることはおそらくできないようです。入り口がありませんね。はい、いや、入ってたんです無料ってなんですけど、おそらく入ることはできないですね。ということで、次なる目的地へ行きたいというふうに思います。次はですね、この道をまだまっすぐ行くと、はい、コロッセオがありますね。ということでコロッセオに行きます。コロッセオ行く前にちょっと朝ごはんも食べたいですね、少し。せっかくローマに来てるので。今日は金曜日ですが、観光客もかなりいますし、こういう観光バスもありますね。はい、はい、しばらく歩いてまいりまして、なんと目の前にですね、あのかなり良さげな雰囲気の階段を見つけまして、調べたところ
こちらに続く道はサンピエトロインビンコリ教会っていう教会があるみたいですね。はい、この奥です。ちょっと行ってみましょう、せっかくなので。今日の目標はお昼までに、バチカン一国に行くことです。無事にたどり着くでしょうか。で、参りまして、こんな感じでした。はい、ちょっとね、行きましょうか。うん、行ってみます。オルガン、すごい。イタリアですね。イタリアを感じております。うん。はい。教会を出て歩いてきましたけれども、すごい坂を降りるといきなりですね、コロッセオが見えましたね。こんな感じです。はいね、めちゃめちゃ人も多いですね。はい、めちゃめちゃいい感じということで、ちょっと近くまで行ってみますか。はい、あのコロッセオの周りをね、ずっとぐるぐる回っておりますけれども、ちょっとね、中への入り方を探さないといけないですね。あとこの辺なんか押し売りみたいな感じでいるので、皆さん気をつけてください。なんか手にブレスレットみたいなやつをつけてきて、プレゼントだよつってあげる代わりに Give me something つってお金を要求してくるので、そういう時ははっきりノーとね、皆さん言ってくださいね。ね、まあ手につけられてね、取れなかったんですよ。で、返すっつって、そしたらもういらないって言われて、結局無料でもらうことになりました。はい、ということで、まあこんな感じですね。ローマ多分どこもそんな感じなので、皆さん気をつけてください。はい、あ、折り口見つけました。はい、こちらから降りていきましょう。はい、コロッセオこんな近さです。じゃあ行きます。はい、というわけでコロッセオのね、反対側にやってきたんですけど、こちらがコンスタンティヌスの凱旋門というらしいですね。とコロッセオの映像になります。ということで、次の場所に向かっていきたいと思います。次の場所はですね、こっち側にね、なんか結構あるんで行ってみようかなって思います。はい、じゃあバイバイ。凱旋門じゃない、コロッセオ。はい、じゃあ行きます、こちらの方向です。はい、というわけでですね、次の目的地移動しようと思います。あの真実の口っていうんですかね、手を入れて嘘ついたらどうのこうのみたいな、はい、あれにね、ちょっと行こっかなっていう風に思います。はい、めちゃめちゃ観光客多いし、観光客を狙った方もたくさんいますね。こっちから行けるんかな、なんかチケットセンターみたいなのあるけど、まあ、とりあえず見てみましょうか。突き当たりは進めなかったので、ちょっとこちら側に行けそうなので、こっちに行ってみようかなっていう風に思います。なんだろこっちは。はい、ちょっと行ってみましょう。ちょっとあまりにも人が多いんで、バッグを前にしました。
みんなこっから写真撮ってる。はい、こんな感じです。はい、行きましょう。なんと抜けれなくてですね、こちら教会がありました。結構薄暗い教会ですね。こんな雰囲気でございます。ちょっとぐるってみましょうか。はい、次なるスポットである、あの先日の口のところにやってきました。ローマの休日のね、あの撮影スポットみたいですね。で、今のところネット情報によるとお金はかからないそうです。ただ結構ね、並んでおります。まあ、なのでちょっとしばらくね、まあ、15分ぐらいかな並んで、ここから出て近いところでちょっとご飯でもね食べれたらなっていうふうに思いますので、とりあえずちょっとこの列ね、はい、待ってみます。ちなみにこんな感じです、周りは。はい、結構ね、いらっしゃいますね、観光客。あの、さっき気づいたんですけど、中国かなんかが同型連休なんですよね。で、めっちゃ中国からの団体客たくさんいますし、まあ、ヨーロッパからね、観光客はまだまだたくさんいるっていう感じですね。まあ、ローマはね、世界的にもすごい観光地なので、まあ、世界中から人たくさん集まってますね。ということで、しばらく時間待ち。はい、一応建物の中に入りました。こんな感じですね。まだまだ人はたくさんいます。はい、じゃあちょっと待ちますあそこにありますね、奥に真実の口。ということで行きたいと思います。ちょっとね、写真撮影をしてもらうので、カメラ GoPro は無理ですけど、はい、行きます。はい、真実の口撮影してまいりました。そしてここはね、教会があるので一緒にその教会に入ってから出るっていう形になっております。料金はタダだったんですが、寄付がありましたね、うん、皆さんも払える方は払ったらいいと思いますし、別に払わなくてもいいと思います。はい、こんな感じの教会ですね、うん、はい、キリストがいます。はい、キリスト教会でございます。そこにも何かありますね。正面から見てみましょう。はい、こんな感じですね、正面から見るとローマ中心部でございます。ここにもあります。はい、ということで、ここの業界からは出ましてご飯を食べたいというふうに思います。じゃあ、はい、あの真実の口のところから、まあ、10分ぐらい歩いて、まあ、ご飯を探してたんですけど、その途中にね、良さげな雰囲気があるエリアを見つけたので、ちょっとやってきたんですよ。建物がすっごい古いですよね。これがね、なんかの劇場みたいな感じなんですよね。なんだっけな、はい、マルケルス劇場。夏にはですね、あの開かれる古代ローマの劇場みたいですね、ここは。はい、こちらです。無料で入れるのかしら、どうなんでしょうか。別に入りたいと思わないんですけど、入れるなら入りたいですよね。なんかコロッセオみたいな雰囲気出てますね。こちら無事に入ることが、まあ、できましたというか、今坂をね下って近づいているところでございます。こちら何があるんでしょうか、ちょっといまいち分かりませんが、ちょっと行ってみましょうか。とりあえずね、ここに戻ってくるんですかね、また。
うん、まあせっかくなので行きましょう。はい、こんな案内表示もありますね。はい、こんな感じです。でかいな、めちゃめちゃでかいです。はい、じゃあちょっと進んでみます。はい、通り抜けることができましたね。うん、なんか結構遺跡みたいな感じで残ってます。古いの石とか石ので作ったものとかね、まあ、こんな感じで残ってますね。ということで、はい、もうお腹空きました。めちゃくちゃちょっとご飯を食べたい、食べに行きます。そろそろ。はい、すごい素敵なね景色が見れます。こちら行きます。じゃん、はい、いい感じです。ということで早く行けようって感じですよね。はい、行きます。こんな感じのエリアのとこまで入ってきました。はい、なかなかまたスウェーデンとかとは違った雰囲気ですよね。あ、でもすごく可愛いですねこの雰囲気。ちょっと壁にいろいろ絵は描かれてますけど、もうね食べるとこまで5分ぐらいなので行こうというふうに思います。はい、無事にですねレストランに入ってまいりました。これからご飯を食べたいというふうに思います。やっぱりねピザを食べます。はい、あとねこんな感じでたくさんメニューがありまして、めちゃめちゃ安いですね。ということで頼んでいきます。はい、というわけでねレストランに寄ってきましてピザを注文しよう。ピザがね到着しました。ちなみにビールもねいただきます。ということで入れます。でピザなんですけど、こんぐらいの大きさの、はい、ピザになっております。これで大体8ユーロなので1300円とかぐらいですかね。ということでいただきます。じゃあ食レポは苦手なので切ります。はい、食べて出てまいりました。めちゃめちゃ美味しかったです。でメニューもねこんな感じでたくさんありまして、今回私が頼んだピザと、ビール一杯飲んだ合計は13ユーロなのでだいたい1800円とかなんかそんぐらいでしたね。でもめちゃめちゃ美味しかったです。ピザやっぱ本場のピザはね違うなと思いました。でめちゃめちゃね今人がいますね。大人気店でございます。これからついにバチカン一国にね、世界一小さいバチカン一国に行こうというふうに思います。ここから歩いてだいたい30分ぐらいでございます。はい、この辺りはね古いローマの街並みがおそらく残っていて、観光客の方たくさん来られます。はい、というわけでこの道をまっすぐどんどん突き進んでいきたいというふうに思います。はい、しばらく歩いてきまして、もうすぐですねバチカンに着くそうです。はい、周りの雰囲気はねこんな感じでございます。はい、こっちに行くとねバチカンがあるみたいですね。はい、正面にサンピエトロ大聖堂が見えてまいりました。教会ですね。はい、じゃあじゃじゃーんってまだちっちゃいですけど見えております。しっかり肉眼では捉えております。じゃあこのままねまっすぐ行きまして、はい、ちょっと入国っていうんですかね、なんていうのか分かんないんですけどしていきたいというふうに思います。はい、というわけでこちらもう右手にはですねバチカンが見えております。こちらでございます。はい、やってまいりました。正面ですねこちらにあります。じゃじゃーん、サンピエトロ大聖堂バチカン一国になります。はい、バチカン出てきました。もう入るの大変だなこれ、めちゃめちゃ人いる。ということで次なる目的地ですね、トレビの泉に向かって歩いていきたいというふうに思います。ただいまの現在時刻は1時半ぐらい半過ぎでございます。はい、これから向かいます。バチカンのお土産屋さんがありました。こんな感じです。うん、あとはなんかキリストのものとかね売ってますね。
とはこういったアクセサリーとかですね、売っております。まあ、ポストカードとか、兵隊さんとかのやつもありますね。あとローマ法王のグッズとかもありますね。こんな感じです。あ、このお店どこにあるかというと、もう本当に、まあ、後ろのがこれお土産屋さんですね。で、こう出るともうサンピエトロ大聖堂の目の前、まあそんなところに位置しておりました、こちらのお土産屋さんです。まあ、それではね、ちょっと日陰に移動しまして、行きたいというふうに、トレビの泉行きたいというふうに思います。はい、またまた素敵な通りにやってまいりました。この細い路地です。素敵ですね、これヨーロッパっていう感じです。はい、石畳にこの壁の色、なんか猫の恩返しとか出てきそうですよね。じゃあこのままね、あと20分ぐらい歩きたいというふうに思います。はい、いいところにですね、こちらジェラート屋さんを見つけたので、ジェラート入りたいと思います。 Can I have a strawberry? Yeah, a grande.ちょっと食べてみましょうか。うん、めちゃめちゃ美味しい。うん、結構ね、粘り気あります。うん、こちらのお店、はい、じゃあ食べていきたいと思います。本当ね、雰囲気も最高ですよ。見ます？これ、こんな雰囲気のところにあるジェラート屋さんです。はい、はい、ジェラートを食べまして、ナボーラ広場というところにやってまいりました。こんな感じでございます。めちゃめちゃ広いし、人もたくさんいます。そして何かシンボル的な建物もありまして、横にはね、まあバーというか、まあご飯食べるレストランみたいなレストラン屋さんもね、ありますね。はい、そんな感じの広場をまあ突き抜けていきます。何でしょうか、ちょっと調べてみましょう。マダーマ宮っていう建物らしいですね。王宮かな。はい、おー、でかい。はい、こんな感じです。はい、いい感じですね。じゃあ次はここまっすぐ行きたいと思います。はい、移動してまいりまして、こちらパンテオンですね。めちゃめちゃ大きいし、めちゃめちゃ人もいます。はい、びっくりするぐらい人がいますね。入れたもんじゃないですよこれは。うん、ちょっとね、中の様子を覗きたかったんですけど、ちょっとこれほんまにやばい。見て、これもうね、団体ですよ。もうびっくり。とりあえず行けるとこまで行ってみましょう。はい、あ、十分ここから中見えるじゃない。見える。はい、こちらが中になります。じゃん、こんな感じどうですか。皆さんこれをね、見に来てるみたいです。一応こうしときます。はい、ということで鳥火の泉行きます。はい、歩いてますとこんな教会がありましたので、ちょっとね、入ってみようというふうに思います。Google マップさん曰く無料です。無料のとこは行きます。よいしょ。よし、行きましょう。おー、かなりすごい。はい、こんな大きさですね。あ、めちゃめちゃでかいです。
はい。わあ、すごい。めちゃめちゃすごいです。酔いそうになったらごめんなさい。はい。こんな感じでございます。みんな何並んでるんだろう。なんか鏡をですね、見てるんです。あそこで。この鏡に映ったものが多分あそこら辺になるんですかね。はい。すごいな。思ったよりすごいぞ。でかい。あ、すごいすごい。はい。石で掘ってるものとかもありますね。すごい。ということでちょっと出ていきたいというふうに思います。じゃあ出ます。出ております。よく YouTube とかで見たことありますね。はい。ということで次の場所に行きます。はい、歩いてきまして到着しました。トレビの泉でございます。はい、これがあの有名なやつですね。でね、これ皆さん見てください。これもうこのありとあらゆる方角に人、人、人でございます。こういうのを何て言うかというとオーバーツーリズムと言いますね。もう完全に人で溢れかえって危ないですね。荷物とかはちゃんと皆さん注意していただきたいのと、時間帯を選ぶのがいいかもしれないですね。めちゃめちゃ人がいます。主にヨーロッパ系からでしょうか、あとは中国からおそらく来てますね。はい、これは見るだけなのでもう行きたいというふうに思います。はい、高い位置から撮影します。ということで移動します。はい、抜けてまいりましたけれども本当に人がたくさんいます。スリには注意ですね皆さん。9月のもう最終日ですよ。はい、皆さんまだ夏休みなのかっていうぐらい、夏休みじゃなかったら夏休みの時どんぐらい人来てるんだっていうぐらい人いますね。はい、まあ明日から土日で、あ、今日が土曜日か、月曜日からね、あの大学生の皆さんは、国公立の方は、多くの方は授業が始まるかなというふうに思いますけれども、ぜひ来年の夏もしくは冬、冬なんかクリスマスマーケットみたいなのあると思うので、ぜひいらしてみてはいかがでしょうか。これからローマ市のテルミニ駅ですね、最初に私が到着したところ向いてちょっと行こうかなというふうに思います。はい、行くというか、まあ、そっちの方向向かうだけですね。はい、帰りにちょっと行きたいところもありますので、では向かいます。最後に駅に行く前にですね、お店に寄りました服屋さんですね。こんな服屋さんです。はい、でございます。ちょっとねここだけ見まして、最後駅の方に向かいたいというふうに思います。はい、雰囲気こんな感じです。はい、出てまいりました。これでねローマの観光は以上になります。次回はもっともっと時間をね、長く滞在をしまして、もっと細かい部分までね、美術館とか博物館とか見に行きたいなっていう風に思いましたね。はい、次いつ来れるかちょっと分かんないですね。来年からもう仕事が始まりますので、ということで朝来たここです。一番最初に来た広場ですね。駅の近くまでやってまいりました。これではローマ滞在編以上になります。はい、見ていただきましてありがとうございます。次回ですね、おそらくですけど、ローマ、イタリアローマからエジプトカイロへの ITA イタウェイズを使ったフライト日記になると思います。ぜひそちらもねチェックしていただいて、私の世界一周のね
リアルな様子を見ていただければというふうに思います。それではご覧見ていただいてありがとうございました。また次回お会いしましょうということで、チャオって言うんですか？チャオ。